朝日山部屋。朝日山部屋は、日本相撲協会に所属する、伊勢ヶ浜一門の相撲部屋。2016年6月に再興された当初は、一時的に、二所の席一門所属であった。元々は、江戸時代の大阪相撲に起源を持つ部屋で、一時期は閉鎖されていたものの、1895年、明治28年10月に2枚観察で11代、朝日山を襲名した、幕内。 岩ヶ谷岩松が、1896年、明治29年に現役を引退して旭山部屋を復興した。11代は大関、愛を松五郎、東京相撲では、関脇や、関脇、綾瀬川山左衛門の、東京相撲では、幕内角など数多くの関取を育てた。1916年、大正5年7月に11代は急成し、 結言によって当時大関であった大西樹が一年、限りの条件で12代旭山を襲名、部屋を継承した。12代は11代の一周期が過ぎた1918年1月に、再び大西樹として現役へ復帰して、12代の弟,弟、弟子であった当時関脇の似た瀬川が2枚観察で13代旭山を襲名した部屋を継承した。 似た瀬川は1921年6月場所限りで現役を引退して年寄り1人となり、東西合併に奔走して1925年、大正14年7月に東京相撲と大阪相撲の合併調印を果たした。東西報道の後には、関脇、万若や二瀬川、小結、真鶴など多くの関取を育てた。<laughs> 1943年、 昭和18年9月に13代が急生すると、娘婿であり、自家で死であった当時関脇の二瀬川が1944年1月に二枚観察で14代、朝日山を襲名、部屋を継承した。1945年の東京大空襲で妻と義母を亡くした14代は、1947年6月場所限りで、現役を引退して年寄り千人となり部屋経営に、専念した。 十四代は十三代弟子から、関脇、高津山や幕内、二世山を育て、自家弟子から、幕内、福の海や恋の勢いなどの関取りを育てたが、百五十九年八月に、水蔵岩のため四十三歳で死去した。十四代の成居に伴い、百五十九年八月に、朝日山部屋の部屋付き親方である十代北人、元関脇、 高津山が15代朝日山を襲名して部屋を継承した。しかし、15代は1963年5月に短石症のため44歳で死去した。15代の生去に伴い、1960年に朝日山部屋から分家独立して大ル門部屋を創設していた五代大鳴と元幕内、二瀬山が1963年5月に16代、 朝日山を襲名して部屋を継承し、朝日山部屋と大鳴ト部屋が合併した。16代は14代弟子から、関脇、鋼鉄山、15代弟子から幕内、竜王、自家弟子からは、小結、若二世などを育て上げた。また、トンガ王国出身の若者を弟子として迎え入れて、話題となった。1975年10月に16代は、 雲膜下出血を起こして54歳で急性し、それに伴い、部屋付き親方である14代北人、元小結び、若二世は17代朝日山を襲名して部屋を継承した。しかし、1年後に部屋を江戸川区へ移転するに際して、トンガ出身の力士たちは、兄弟子である竜王の朝日山光景を求めて抵抗し、1976年9月場所前には、 トンガ出身の力士たちは全員廃業へと追い込みれ、巻き添えとなった竜王も同年11月場所限りで廃業した。廃業した力士の中には、武蔵川部屋に所属していた南の島の父、彦名は南の島や、後にプロレスへと転校して成功した、ウリウリイフた四彦名は福の島や塩ネバイラヒ、彦名はサチの島もいた。1997年、 平成9年5月場所中に17代が急性心筋梗塞を起こして55歳で急性し、ついに地部屋の系統から後継者が不在となったため、1997年5月に同じ伊勢ヶ浜一門、旧伊勢ヶ浜一門に所属る伊勢ヶ浜部屋、旧伊勢ヶ浜部屋の部屋付き親方である13代立山、元大関、大樹が18代日山を襲名して部屋を継承した。 18代が部屋を継承して、以降は2004年1月場所において17代からの弟子である大真鶴が新十両へ昇進し、2012年7月場所にはモンゴル出身の鬼嵐が新十両へ昇進して、18代の時期弟子としては初となる関取が誕生した。2011年1月には閉鎖された霧山部屋から20代、霧山、元小結び、 黒瀬川や幕内、伊佐尾瀬川をはじめとする力士4人など、計11人を受け入れたものの、その直後に発覚した大相撲やお帳問題において、伊佐尾瀬川日本相撲協会からの引退勧告処分を受けた。2015年3月に18代が定年退職を迎えるものの、後継者が見つからないということを理由として、18代の定年直前となる2015年、 1>, 1月場所後に部屋は閉鎖され、同年2月1日付で18台と部屋付き親方で、ある20代霧山及び力士4人、世話人1人、床山1人は、同じ伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋、新、伊勢ヶ浜部屋へ、若者等1人、呼び出し1人、床山1人は、先行3部屋へ移籍した。東西合併以来と絶えることなく続いた数少ない部屋であったが、その中で唯一、 活動中に幕内最高優勝力士を一人も出すことがない、ままにの長い歴史に一度幕を下ろした。18代の定年退職後、2016年1月に、小車部屋所属の元席分け、こと2式が名席を取得し19代朝日山を襲名。2016年6月1日付で内弟子3人を連れ、小車部屋から分家独立し朝日山部屋を創設した。 19代は現役時代から部屋継承まで二所の関一門所属だったことから再興された朝日山部屋も一時同一門に属したが2017年1月12日に開かれた二所の関一門会で伊勢ヶ浜一門への遺跡が了承で伊勢ヶ浜一門への復帰を果たした楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください